グリックの冒険は、斎藤厚夫の児童文学作品、及び、それを原作とする、アニメーション映画。シマリスのグリックは、姉のフラックと共に人間に飼われていた。しかし、伝書場とのピッポーからリスが住む、北の森のことを聞かされ、フラックを残して、森を目指す旅に出る。途中で、ドブネズミのガンバと出会ったグリックは、成り行きでドブネズミとクマネズミの戦いに加わることに、 なる。その後、ガンバに案内されてリスが住む森に着いたと思いきや、それはガンバの勘違い。たどり着いたのは動物園だった。そこで暮らすリスたちにせがまれて、これまでの冒険を何度も語るグリック。しかし、あなたの戦いの話が聞きたいと叫ぶ声に、グリックはようやく自分の目的を思い出し、動物園を抜け出して、北の森への旅を再開する。 そんなグリックの後を、ノンノンと名乗るリスが追ってくる。グリックと共に、動物園を抜け出してきたノンノンは、一緒に、北の森を目指すという。グリックは、そんなノンノンに困惑しながらも見捨てておけず、一緒に旅をすることにする。幾多の困難を乗り越え、二匹は、北の森を目指して歩き続ける。だが、最大の脅威、島民の前兆であるが二匹を苦しめ、 足取りを阻むことになる。1981年7月21日に劇場公開された。キャラクターデザインは、カバシマヨシオカバシマは、ガンバの冒険においてもデザインを手掛けているが、制作会社間の判決問題から、ガンバの冒険のデザインを使用できず、全く異なるデザインが新たに用意された。こうした事情のため、原作は同一のシリーズだが、 アニメ版はシリーズに含まれていない。ありがとうございます。